皆様こんにちは。自由民主党広報本部長の参議院議員有村春子です。この度カフェスタでは新特番新型コロナウイルス Q&A という番組を立ち上げました。第1回目の前回はワクチンの効果や安全性について古川俊治先生のお話をお伺いしました。第2回目の今日はワクチン接種の体制や今後の政府の動きなどについて政府のワクチン接種担当大臣河野大臣の右腕となって補佐をされている小林文明内閣府大臣補佐官にワクチン接種の体制についてお伺いをしたいと思います。小林さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。少しでも皆様の不安や疑問が解消していけるように、そしてワクチンを受けたいんだけどどこでいつ頃接種できるのかなというそんな疑問に答えていきたいというふうに思っています。河野大臣なかなかキャラも強いし大変なミッションでいらっしゃいますから、先生毎日忙しいでしょう。そんな河野大臣キャラ強いイメージですか。やはり強いですね。強いですか。はい、その確固たるイメージでこれをやり遂げていただかなきゃいけないということでは、はい、前回ですね、古川先生のお話を伺って、はい、世界中でこれだけワクチンが逼迫している中での国際交渉、またヨーロッパからなかなか出してもらえないというような状況の中で、まあ、自分が計画した通り日本が動くとは必ずしもない中で変更もあり得るという中での大変なプレッシャーの中でやっておられるなというイメージは強くしてるんですよね。そうですね。どうですか。私自身河野大臣とは自民党の行革本部自体にですね、本部長の時に私本部長補佐で、放送通信の規制改革や漁業の規制改革というのも一緒にやってたんですね。はい、まあ、その頃からかなり信頼関係があって、とってもフェアに人の話を聞いて、で決めるときはもうきっちり決めると、で責任は自分が取るということをやっていただけるので、はい、今もですねこのワクチンのロジスティックスのところをやっているところもですね、はい、非常にそれでスムーズにできているところあると思ってます。で一方で難しいのはおっしゃったように、はいはい、メーカーがですねどれぐらい作っていけるかと、うんうん、で今ちょうど増産体制を作っていくためにですね、一瞬今の工場のラインがちょっと止まってんですね。でそれを止めながら増産体制が出来上がるっていうのが大体まあ4月から5月ぐらいになっていくので、それまでの間一瞬こう物が減っていくと。でプラスアルファ古川さんからも話あったと思いますけども、はい、まあ、EU の透明化プログラムっていうのが入ってる、はい、まあ、この2つのですねこの要素によって、いつ物がどれぐらい入ってるのかっていうのが不透明になってるっていうのは非常に難しいところですが、まあ、その中でもですねできる限り、まあ、情報を自治体の皆さんや医療機関の皆さん、そしてこうやって国民の皆さんにお伝えをして、うんうん、準備をいただけるようにしていくということで今取り組んでいるところですね。そういう意味ではお互いですねサイエンスをされた古川先生もまた小林さんもですね、小林さんはそのロジスティックスですね、つまり流通とかですけれども、状況が刻一刻と変わる中では今知りうるまた計画しうる最大の努力をするということが最善の、まあ、現状ということですよね。やっぱりこのワクチンの事業をですね、はい、全体としてうまくいかせるためには、ね、何より国民の皆さんの理解、はい、まあ、安心して打ちたいと思ってもらえる人には打っていただけるようにする、まあ、その判断材料をちゃんと提供するということが何より重要です。そういう意味ではやはり得た情報は基本的に公開をして、うん、そして届けるようにする、うん、という意味でですね、政府の官邸広報のポータルサイト、はい、ワクチンのポータルサイトができてまして、はい、ここで随時オープンにしていますし、分かったことはもうすぐ即座にその官邸ポータルのツイッターでも発信をする、まあ、そういう意味でもですねその情報公開というところはこだわってやっていきたいと思います、うん、なるほどなるほど、頼もしいです。じゃあ私接種したいのよと思った方が実際に接種するまでの大まかな流れについてまずお話を伺っていいですか。はい、これ自作してきました。ご自身で、うちの事務所のスタッフがですね頑張って作りましたということなんですけど、はい、ちょっとじゃあズームしていただいていいでしょうか。はい、皆さん気になるのは実際にいつからこれどうやって打つのっていうことだと思います。確かに。でまずですねどういうふうに打つようになるのかというと、このそれぞれの皆さんがお住まいの自治体からですねこの接種券という券がですね手紙とともに届きます。これがいわゆるクーポンという、あ、そうですね、クーポンと呼ばれたりしますけど、はい、正式名称はこれ接種券ですね。接種券、はい、なんとなくこう投票に行くときと同じようなイメージを思い浮かべてください。で、ご家庭に一人一人送られます。これは住民票のあるところ、住民票のあるところですね、はい、
でそれが届くとその中に予約できるですね、連絡先が書いてあります。なるほど。でこれは自治体によってはお近くのクリニックの場合もあれば、集団接種会場と呼ばれる体育館とかホールの場合もあります。でいずれにせよそのコールセンターやクリニック等に直接電話をして予約をすると。予約をして実際に打ちに行って、で打ったらですね、次はだいたいファイザーの場合は3週間後になりますから、次は何日ぐらいに予約してくださいねとその場でお伝えされるか、2回目の接種、はい、もしくはもうその場で予約してっていくような自治体もあります、はい、それぞれあるんですけども、2回目もう一度予約をしてまた打ちに行く、まあ、これがだいたい一連の流れになります。なるほど。まず順番としてはですね、高齢者の方から始まっていきます、接種券を使う場合は、はい、でこれは4月12日から緩やかに始めていこうとなりますから、早くてもまあ4月中にですね、この接種券が高齢者の方から届いてくる、はい、インターネットにアクセスがない方も基本郵送の情報を見れば分かると、安心できるというふうになっているわけですね、はい、随時自治体ごとにお知らせになりますけれども、そういった郵送が届いたり、場合によってはコールセンターにですねお問い合わせをいただければ。そして基本的に案内は住民票を持っているところに、まあ、送られてくるわけですけれども、はい、住民票を移してないわという学生さんなども出てくると思うんですよね、はい、その場合はどのように接種できるんでしょうか。はい、これ正式には住所違い接種というんですけども、はい、まあ、つまり住民票のないところで打つ場合っていうのは、はい、基本はですね、まず住民票のあるお家にこの券が届きますから、うん、はい、その券を取り寄せていただいて、でその取り寄せた券を持ってですね、自分の住んでいる自治体のコールセンターやクリニックに予約をかける、はい、こういうふうになります。なんですがその時に住所違い接種の要望というのをですね、サイトから申請するか窓口に申請する必要があります。どこの窓口ですか。これは自分の住んでいる窓口、区役所とか、はい、区役所とか市役所とか、はいはい、これは窓口に行くかですね、インターネットからお願いを依頼をするということでもできるようにしています。ここはちょっと手間だと思うんですけども、うんうんうん、どうしても原則住民証のあるところでというふうになっています。ただですね、ご実家にもう誰も住んでないんだよねっていう場合もあるでしょうし、はいはいはい、いや実は DV 等で避難をされていて住民票がある場所に送られてもですね、それは実は手に入れられないという方もいらっしゃると思います。終わりになるでしょうね。でそういう方々のようにですね、はい、自分が住んでいるという、今ここに住んでるんだっていうことが証明できれば、うん、その今住んでいる自治体からですね新しく接種券を発行する、なるほど、こういうこともできますので、どうしても取り寄せるの難しいという方はですね、うんうんうん、難しいんでこの自治体、今の住んでるところに再発行してよと、なるほど、いうふうに申請をいただくという流れになります。実は私ここに住んでます、あんまり大っぴらにはしたくないけどという時には、その居住証明はどうやって証明すればいいんですか。例えば、はい、よくあるのは公共料金の支払いとかですね、はい、ガスとか水道とか、そうです、そういったもので普段から自治体からはですね、はい、居住実態の証明っていうのは普段やられていると思いますので、はい、同じような形式をやります。なるほど。じゃあそういう方々も住民票以外のところで打てるということなんですけれども、はい、実際に接種会場、はい、予約をして、はい、実際にその場に行きました。どんなことが起こるんでしょう。はい、その際にはですね、はい、まず予診ということをやります。ドクターと。そうですね。はい、今日の体調どうですかとか、はい、普段からですね、なんかいろんな慢性疾患とか、うんうん、なんか持ってませんかと、持病ありませんか、ね、みたいなですね、はいはい、問診みたいな形ですね、はいはいはい。必ずやっていただけるんですね。そうですそうです。はい、でこれは必ずやらなきゃいけません。はい、でその場でそれを予診票という紙をもとにですね、やるんです。でそれで OK であればですね、お医者さんが、うん、この人今日打っていいよということになるとですね、今度は接種のブースに入っていただいて、そこでワクチンを打つということですね。で当然検温するんですよね。あ、検温もちろんします。それは予診の時の一環として、37.5度以上あった時にはじゃあ先生から、はい、今日はやめた方がいいですねって言われますか。そうですね、その場でいろんな体調を判断してですね、うんうんうん、今日は申し訳ないけど打たない方がいいねっていうことで帰っていただくということもあります、はいはい、なるほど。でそれで OK が出ればですね、実際に打つ場面になるんですけども、はい、ここでピュッと打ってますが、ここだとなんか血管に打ってる感じしますけれども、うん、今回のワクチン接種は筋肉注射ですから、はい、大体この肩ですね、はい、この辺りをこうまくって打つと、インフルエンザのワクチンと同じような感じですか。そうですよね、はい、ということで筋肉注射ということになります、はい、なので結構多分自治体からお知らせ当日あると思いますけども、はい、この肩まくりやすいですね。なる
格好で来ていただいた方が非常にスムーズなんです。なるほど。これいろんなところでシミュレーションやるとですね、はい、意外とこのまくるの確かに私これで言ったらですね、これまくろうと思うと多分ワイシャツも脱がないと無理なので。そうですね、はい、じゃあノースリーブとか半袖とかまくりやすい長袖、長袖に、うん、それにジャケットとかこう、ね、上着羽織っていかれるのがおすすめです、はい、そういう具体的なアドバイスですね。はい、そうですね、うんうんうん、これ自治体から多分お知らせあると思います。はい、はい、分かりました。で実際に接種をしていただくとですね、はい、接種の記録をちゃんとその残りますから、接種券にですね、はい、持っていただいた接種券にあなた何のワクチン1回目打ちましたねってこうシールが貼られるんですね、うんうんうん、でそのシールが2個貯まるとですね、それが接種済証ということでなりますので、何かも必要になった場合はですね、これを使っていただけますし。これ全員にもらえるんですか？はい、打った方には全員。なるほど。もう接種券に最初からついてるんですよ。その個体ナンバーがついてるんですね。シールが貼られる場所がついてるんですね。でそのシールが貼られると接種済証として完成する。それを例えば企業とか海外に行かれるときに、私はちゃんとワクチン受けてますよということで示さなきゃいけないっていうこともあり得るんですか？もしそういうことが求められるという場合もあり得るということで用意をしてます。なるほど。今のところそういうことを求めるという国が出てるわけではないんですが、EU なんかではですね、議論が始まってます。そういう意味で我が国の国民がですね、はい、何かしらそれがないことによって不当な取り扱いを受けてはいけませんから、なるほど、しっかりそれを準備すると。まあそういう意味でよくいただくのはですね、はい、紙なのみたいなことを言われることあるんです、はい、まあ、確かに紙じゃない方が便利だよねっていうことあると思いますんで、はいはい、今接種記録システムというのを私たちで作ってますから、はい、これだとオンラインで、はい、情報が確認できるようになりますから、必要があればデジタルでも提供するということも可能になるようにシステム上は準備をしています。なるほど、両方で、はい、でもこれは一般 の, 接種される方には、まあ、関係ない、デジタルになるか、まあ、少なくとも紙ではもらえる、でデジタルになるように今仕組みを開発しておられる、ね、ということですよね。わ、はい、かりました。まあ、1億人近い方々で希望される方を受けていただくんですが、その補足ということでマイナンバーカードっていうのは必要なんですか？その接種会場に持っていかなきゃいけないとか、そういう必要性はありますか？マイナンバーカードを絶対必要ということはありません。ないんですね。ここは安心いただいて大丈夫です。なるほど。なんですけど、はい、この接種券をですね、持ってきくる時にですね、はい、会場に来た時に私は私ですよって本人確認をする必要があります。まあ、普段だと免許証とか健康保険証とか、うんうんうん、学生証とかね、はいはい、そのうちにマイナンバーカードももちろん身分証明書として使えますから、はいはい、そういった形で使っていただくことはもちろん可能です。なるほど、なるほど。じゃあマストではないということですね。はい、そうです。分かりました。今医療従事者の方々の先行接種が終わって、それから優先接種というのが始まりたところだと思うんですけれども、はい、次は高齢者の方々ですよね、はい、いつ頃その接種券というのは届くものなんでしょうか？はい、一番早いとですね、全国の自治体で4月12日から緩やかに、はい、接種をスタートしていこうと、高齢者の方々ですね、高齢者の方々を発表してます。はい、なので、そうなるとですね、早ければこの4月12日よりも少し前にですね、うん、接種券がご自宅に届き始める。で本格的に全国一律で一斉にスタートというのは4月26日と今予定をしてますので、はい、多くの方はですね、この4月26の少し前ぐらいにですね、うん、券が届くということを想定しています。なるほど。これは実は自治体の方々に、はい、お任せをしてます。はい、なんでかというと、はい、1ヶ月前にボンと届いちゃうとですね、やっぱり電話したくなるじゃないですか。確かに。すぐ予約できるかなと思うわけですけども、はいはい、まあ、予約のコールセンターとかですね、予約の準備が医療機関で整ってるかどうかにそれよりますから、はい、自治体ごとに順番をお任せするというふうにしてますから、ちょっとなんか隣の町の方が早かったなってもしかしたらあるかもしれませんが、それはそれぞれの自治体でちゃんと皆さんが受けられるように準備が整ったら届きますのでご安心ください。なるほど、わかりました。接種されての記録というのは基本的には自治体が管理されるんですね。そうです。で国がすべてを把握するということになるんですか、ならないんですか？国が直接ですね、はい、一人一人の個人の接種の履歴を把握するということはもうしません。なるほど。我々が用意するのは、はい、このクラウド上にですね、はい、データベースを用意しますと、はい、でそのデータベースはそれぞれバラバラになってるんですね。論理分離というんですけども、つまり隣の自治体が隣の自治体の情報を直接見るということはもちろんできませんよ。で国や県がその自治体のものを直接見ることはできませんよというふうにしています。ただ集計データですね、
進捗率が何パーセントかなとか、はい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 、何件1日終わってるのかなっていうことを全部、はい、取れるようにしてますので、それを皆さんに公表していくことでですね、情報を提供していく、こういう役割になります。なるほど。ワクチンということでは多くの方々がインフルエンザワクチンの経験がある中でなんですけれども、これだけ限られた時間でしかも2回接種をしなきゃいけない、そしてその全ての希望される方に行き渡らせなきゃいけないというのは大変なチャレンジでしょ。そうですね、普段の予防接種とやっぱり違うところが3つあってですね、はい、有村さんおっしゃったような、はい、約1億人の方が複数回打つ、はい、でこれはもう本当に初めてのことで、2つ目は非常に副反応の話があって、うん、はい、国民の皆さんからも注目が高いの で、 そうです、ね、やはり自治体や医療機関の問い合わせというのはやっぱり増えると思うんですね、はい、でその時に皆さんが自治体に問い合わせてです、ね、答えが返ってこないというふうになるとやっぱり不安になっちゃうと思うんです、うん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 、ですからその不安解消できるようにちゃんと情報をすぐに戻せるようにしなきゃいけないと、はい、で3つ目はやはりその国際的に議論になっている接種証明が求められる可能性がある、はい、今後、はい、これがやっぱり普段と大きく違う3点なんですね、うんうん、まあ、なので今回この接種記録システムということをものを国が責任を持って用意することで、はい、自治体に何か問い合わせがあった時にですね、ここちょっといろいろ絵描いてますけども、例えば認知症の方がですね、はい、忘れちゃったと、でご家族の方はやっぱり2回目打つのに、はい、あれファイザーだったかしらモデルナだったかしらってなっちゃいけないんで、はい、やっぱり確認できた方がいいですよね。確かに。でも今までのやり方だと、はい、実は打ってから記録されるまで 2,3 ヶ月時間差があったんですよ。なるほど。でそれをやっぱり毎日ちゃんと更新できるようにした方がいいよね。自治体が毎日、そうです、はい、これなんとなく打つイメージありましたけど、バーコードをピッて読みます、ピーだけです、ね、タブレットでピッて読みます。わかりました、はいはい、なんですで、そういうことにしようということですし、はい、まあ、これから6月7月8月に入ってくるとやっぱりどうしても毎年災害があります、うんうん、で水害なんかで医療機関のカルテがなくなっちゃったっていう話はやっぱりあるんですね、はいはい、ですから皆さんが打った記録が紙でなくなっちゃったってことも絶対しちゃいけないということで、うんうん、国として責任を持ってそこの記録を、はい、ちゃんと保管できるようにしようと、なるほど、いうことをやっているということですね。なるほど。そういう意味で今までにない取り組みが新たにこういったシステムでもサポートをするということで今取り組んでいるところです、ね、なるほど。確認なんですが小林さん、その接種証明というのは、はい、海外でこれから必要とされるかもしれないから用意しておくということで、私は受けましたよとか受けてませんよっていうことを明示しなきゃいけないというような社会規範はないんですよね。はい、今のところ政府として想定しているのはもう他国から求められた場合、はい、ということを想定して念のため準備しておくというところですね。なるほど。ワクチンを打ちたくてもですね、はい、アレルギー反応が必ずもうあるんだっていうことが、うん、分かっていて打てない方っていうのもいらっしゃいます、はい、まあ、そういった方々にもですね、ちゃんと配慮ができることでないと私はいけないと思っていますし、政府としてもそのように考えていますので、あくまでも他国から求められた場合というのを現在想定しています。想定されていると。分かりました。お話聞いてやはり今まで、まあ、やったことのないオペレーションを、日本全国でやらなきゃいけない、しかも限られた期間ということですが、参議院の自民党で、ですね、はい、世耕幹事長、はい、二之湯精神会長と、まあ、連携をして、全国の自治体でですね、自治体の皆さんもバックアップしなきゃいけないということで、ご質問やご懸念をヒアリングをさせていただきました、そして、世耕幹事長の方から政府の方にも、このような自治体の、首長さん、知事や市区町村の首長さんが懸念持ってますよということ、団体からのヒアリングも含めて、大変な声を出させていただいたんですが、それはどのように反映されているんですか。はい、これはとても大事な活動でですね、はい、やっぱりまず実施をするのは自治体になりますから、はい、まず自治体の準備がスムーズにいかなきゃいけない。なるほど。そういう意味で多くのご不安の声をいただいたことはすごく大事なことで、それを今どんどん Q&A で準備をしてですね、自治体に向けてお返しをしていっています、はい、で特にこのシステム面について全く新しいので、うんうん、これについては政府の政府 CIO ポータル、はい、コロナワクチンと打っていただくとその専用サイト出てきますが、はい、でここにはですね、システムに関する自治体からのお問い合わせっていうのは全部 Q&A で公開をしています。はい、で自治体向けの説明会っていうのもですね、複数回オンラインで直接厚労省と我々でやらせていただいてて、すでにやっておられる。はい、すでにやってます。すでに3回実施してるんですけども、はい、そのうちの3回目で初めて我々システムチームも登場してるんですが、システムチームの説明についてはですね、これ YouTube で公開をしてます。
一般の人も見られるんですね。一般の方もこれ見ていただけます。なるほど。なので、今後厚生労働省側のですね、このワクチン接種についての、はい、政策的な内容についてのお問い合わせっていうのは結構多いので、うんうんうん、これについてまだ公開ができてない部分はあるんですけど、ここも我々サポートをして、なるべく公開できるようにしていって、多くの方がですね、ご不安ないようにしていくという取り組みを今進めていると思います。なるほど。参議院自民党が全国でヒアリングされたというのは、全国45都道府県1012市区町村、また団体から回答いただいた4461の声ということ、はい、これからもまとめていきますし、またこれで終わりということではなくて、いろんなやりながらの質問というのも出てくると思うんですよね。そうするとその政府の Q&A もこれからもアップデートをどんどんしていく、はい、ということですね。そうですね、うん、どんどんアップデートをして、むしろ自民党所属の議員ほかですね、もうみんなでやっぱり自治体の不安を解消したり、医療機関の不安を解消していく、そして何より国民の皆さんの不安を解消して、しっかり選択いただけるようにすると。なるほど、わかりました。大変なところで絶対に皆さん安心してということでの成功は極めて大事だと思うんですが、はい、私受けたいって言った時にですね、はい、どのくらい個人の、はい、費用負担があるのかということは、無料です。実際コストはかかってるわけですよね。もちろん接種のワクチンの費用の調達とかですね、はい、もちろん医療機関の皆さんに協力いただくとか、もういろんなお金もちろんかかってますけれども、はい、今回国民の皆さんへの負担はなしということです。で、自治体によってはですね、はい、お迎えが必要になるんじゃないかっていうのがあって、なるほど、はい、ですからその地域をですね、バスで回ってお迎えに行くとか、はい、場合によっては巡回接種という形で、うんうん、むしろ訪問して接種をするとかですね、うんうんうん、高齢者施設に行くとか、はい、まあ、そういったことも準備を自治体でしていただいてます。で、これは全部国が費用をカバーしますよと言ってますので、自治体の皆さんには多様な生活形態をですね、されている住民の皆さんをサポートできるように政府としてしっかりやっていきたいと思います。そうすると離島に住まわれている方、あるいはやはりなかなか会場まで足が運べないわという方々に対してもアプローチをする、その費用も政府で見ていくということですね。はい、全て見ていかれるということですね。わ、はい、かりました。本当に頑張っておられる河野大臣の下での小林さんでございますが、国民の皆さんにお伝えすべきこと、最後に一言何かありますか。はい、このワクチン接種事業自体はですね、やはり望まれる方にですね、しっかり打っていただければ、うん、その先のこのコロナの中でですね、たくさんの制限をやっぱり乗り越えていく大きな一歩になります。そういう意味で私たちとしてできることはもうしっかりやっていきたいと。何よりやはり国民の皆さんに理解をいただいて選択をしていただくことが最も重要だと思いますし、でもその裏にはですね、もうそれぞれの自治体がものすごく頑張って今準備をしていただいてますし、医療機関の方々もコロナ対応をしながら準備を進めていただいてます。まあ、そういう方々にですね、不安なくやっていただけるように我々はしっかりサポートしていきますから、ぜひ皆さんもですね、ご理解ご協力いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。Q&A が紙面なりスクリーンなりというだけではなくて、こうやって率直に教えていただける機会があるということは大事だなというふうに思っておりますので、自由民主党の候補としてもこれからも大臣や補佐官、また自民党の中でのいろいろな経験を持っている方々の知見も生かしながら、しっかりと政府を支え、国民の皆様の安心を作っていきたいと思います。今回ワクチンの接種体制と今後の動きについて、内閣府大臣補佐官の小林衆議院議員にお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。